こんにちは。こちらは2017年の3月4日に我が家に来たレディオブザレイクちゃんです。だいぶね、大きくなって綺麗なお花を咲かしてくれたんですけど、ちょっと株元に異変が現れました。このね、春になってやっと気がついたんですけど、見てください。この大きなこちらのね、枝とこちらですね、つながっているんですけどね、なんかね、唾液が出たんじゃないかなって思っています。はい、久々のねベイサルシュートかと思って喜んでたんですよね。で、今年になってこう色がね、あまり違いすぎるので、あらと思ったんですね。こんな風にね、誘引してきたんですけれど、こちらとこちらですね、枝の色はね、刺して変わりはないんですけどね、春になってこの誘引した子ですね。見てみると、ほら、葉っぱがこんなんですよね。これね、完全に唾液の葉っぱかなと思っています。野バラの葉っぱにね、とっても似てるんですね。こちらが、レディオブザレイクちゃんの葉っぱですね。これです。全然違いますよね、こちらとこちら。はい、不思議です。これね、2017年ですか、相当ね前ですよね、8年くらい前なのにこんなになっています。はい、不思議です。今日は4月12日です。こちらの唾液のようなのと言っていましたけれど、こちらね、実はデビッド・オースティンさんに問い合わせたところ、唾液だという返答が返ってきましたとね、メールでね、お尋ねしたら、教えてくださるんですよ。ちゃんとしたとこでね、買って、その買った証明書、大切に取っています。お客様番号とかね、商品コードとかね、ちゃんと分かったら、それを添えてね、出すとちゃんと回答してくださいました。これここのとこですね、唾液のとこ、今ちょっとね、撮影のためにね、掘り出してしまったんですけれど、ここですね、唾液のこの部分、ここのところからもう間際からね、これが残らないように根元から切ってですね、これを切らないとダメですね。これ自体はもう唾液みたいなので、これを切ってくださいという返答でした。なのでね、これを切ろうと思います。そしてね、もうこの唾液っていうのは、各メーカーによって違うみたいなんですよね。なのでね、今ちょっと問い合わせをしております。この唾液ちゃんはね、どんな花が咲くのかね、ちょっとね、楽しみでもあるので、ここを切ってこの唾液自体ね、咲くかどうかね、挿し木にしてみようと思います。こんなにね、1年で伸びたんですものね。ここですよ、ピュー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 と、こんなね、伸びてるでしょう。ちょっとここ、ごめんなさい、ちょっとミニバラちゃんがいますけれど、ここですね、一番先はここなんですよね。これが唾液の葉っぱです。皆さん覚えておいてください。特徴ありますよ。こんな感じ、柔らかいですよね。はい、柔らかい。ここ6枚刃とかね、出てきます。唾液をそのまま放っておくと、元のね、継ぎ木をした、新しいね、穂木を継ぎ木した穂木の部分ですねが、飲み込まれて、こちら強いですよね、飲み込まれて流れて枯れちゃうんですよね。一度ね、そういうことを私経験したことがあります。そちらの方のメーカーさんもね、それは早い段階だったんで変えてくださったんですよ。なので、こんなね、唾液が出てきた場合も交換可能なんでね、聞いてみてくださいね。はい、これまま放っておくと、バラが枯れます。こちらが唾液の野バラの方が勝ちますのでね、はい、もし
ご存知でない方があったら参考にしてください。これは何だと思いますか。はい、ちょっとねこうもやしっぽくなってますね。先日ウルミラさんの動画で、雪囲いですねと、北海道の方の方はとてもね寒いので、雪から寒さから守る意味で雪囲いをされるそうです。もう雪も溶けたので雪囲いを外してみると、なんとこのもやしのような子が出てましたというふうなね、動画をアップされていましたが、まさしくですね、こんな風にねもやしのような感じになっています。こちらは、バラの代議ですね、ノイバラです。これはね強くなってきました。すいません。音声がね時々途絶えるかもしれません。こちらね、バラ大学で買ったんですけれどね、結局ちょっとね余っちゃいました。冷蔵庫に入れてたらですね、こんなにねもやしみたいに芽がなってしまいました。もったいないのでね。これをウルモンプランターに入れて育ててみようと思います。どんな花が咲くのか、それも面白いですね。ここね代議強いので、ここからね切ります。これぐらい切っちゃいます。こんな風に切りました。短いでしょう。はい、これを植えていこうと思います。こちらがねバックヤードにあるウルオンプランターです。すでにねこのように、台木の後のねあの残ったのこういう風にね挿し木に挿し木にもしてるんですけれど、芽が出てきていますね。失敗したことがね、はい、接ぎ木の痛々しいとこがあるでしょう。はい、こういう子ね失敗した子をもう一度植えておくとまたまた使えるんですよね。なのではい、こういうふうにね芽が出てるのもありますね。こぼれたのでね、何だろう、何かわからないですけどね、芽が出ています。多分シソとかですね。はい、ウルオンプランターの中ね、このようにほったらかしにしているんですけどね、常に生命が宿ってます。はい、こんなにねちっちゃな、はい、これですね、挿し木ではなくて接ぎ木にしたね小さな芽をねここに植えてたら、こんな風にね芽が出てきていますよ。台木10本置いてみました。こんな感じ、大雑把ですけどね、台木結構ね強いので、これでも、いけるんじゃないかなと思っています。これねここのルーンプランター、菊もね同居するんですけど、台木10本ですね。はい、これをこうさっとこうね、土もよくない土です。多分ね台木強いから大丈夫だと思います。直して植えてみようと思います。大雑把にね植えましたよ。ちょっと土が足りないから上からかぶせたらこんな風になっちゃいました。これでもねウルオンプランターなら大丈夫かと思います。今年になって雨がね多かったんでね、ウルオンプランターこっちバックヤードは日陰なもんでね、こんな感じですね。日陰なので全然水やりしていません。でもね、こんな子育っているでしょう。なんでね大丈夫かと思います。この子たちもねもう 2,3 日もすれば、はい、緑になるのかな、どうかな、ちょっとねこれも楽しみに待ってみたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。